にちは、お元気でいらっしゃいますか。ダンサー内藤でございます。今日お勉強する単語は、これですね、2つあります。フォレイグンウォーケル、アポロジゼですね。さて、それでは私と一緒にお勉強しましょう。最初の単語は一緒に読みましょう。Foreign worker, foreign worker, foreign worker ですね。今回2つは比較的簡単な単語でも、高校とかですね、大学で普通に英語を勉強なさった方ならばもうパッと見わかるような単語ですが、この番組をですね、この僕の、YouTube を見ていらっしゃる方は、初心者の方もいればベテランの方もいらっしゃいますので、いろんな単語を扱ってみたいと思っております。Foreign またはフォーリンと言ってもいいんですけれども、そのまま読むとフォレイグンですけどもね、これは G、EFG の G は Silent Word、 つまり黙っている字、黙字、発音しない字というものですね。Foreign は外国のということですね。 Worker はワークする人、働く人ですから Foreign Worker、 まあもちろん複数形になったりいろいろあります。その大元ですね、単数形。これは外国人労働者で、日本にも外国人労働者がすごく増えてきましたので、外国人受け入れに上限とかですね、まあ、5年間で就労、ね、仕事に就くということですね。就労最大34万人試算というニュースで用いられた基本的な単語です。それでは2番目ですね。Apologize、 発音しましょう。練習しましょう。Apologize、 綴りは APO ですから Apologize という発音もあるようです。 Apologize、 こういう綴りを見るとアポロなんとか号ね、月へ旅行したというか月へ行きました、アポロ11号でしたかね、そういうのを思い出しますね。全然英語あまり、理解ない人にとってはもう全くわからない単語ですね。まだスタディとかですね、そういうのだったらわかるでしょうけれどもね、これ見当もつきませんが、基本単語ですね。Apologize、 これは動詞で謝罪する、謝る、お詫びをする、まあ、何か失敗のようなものをしたりとかですね、悪いことを人にしてしまって後で後悔して謝罪するというような時に使う動詞ですね。これはよく使われます。企業が謝罪するときにも使われますね。これはBTS という韓国の、音楽の、まあ、グループがですね、何か T シャツにですね、原爆投下を思わせるような、イラストを描いたその T シャツを着たということでちょっと物議を醸してですね、騒動になったというか話題になりまして、まあ、そのグループをプロモートする会社、芸能会社でしょうかね、が謝罪したと、そういうニュースに使われました。広く一般に使われる単語ですから、ぜひ覚えておきましょう。今回の、お題の単語は Foreign Worker、 Apologize、 外国人労働者と謝罪するでした。ではまた頑張りましょう。さようなら。